はい、こんにちは。ちょうど見えるですよね、ここね。京セラドーム大阪でございます。なんか今日キングヌーのイベントですか、ライブやってるみたいですけど、検証動画、ミニバーもしくは海遊館。なんか距離的にアニアが調べるところによると 300m ぐらいの差らしいので、ちょっと2人で歩いて同じぐらいの時間なのかちょっと検証してみたいと思います。やっちゃる、やっちゃる、で、やっちゃる、やっちゃる。というわけで新たに始まった検証企画、なんと負けた方には地獄の罰ゲームが待ち望んでいる。お前もここで何してん。さらに長時間撮影でアニアンガッチ切れ、ユキアン逃亡。京セラドームから海遊館とユニバ距離一緒なんじゃね。どっちがどっち行くかはちょっとじゃんけん決めようかなと思います。勝ったやつがユニバで行きましょう。取れ高の街だから。いや、勝ったやつ、僕海遊館行きたいんで。俺も海遊館行きたい。どっちやねん。海遊館行きたい。じゃあじゃんがちで、じゃんがちで海遊館行きましょう。検証じゃんけん、じゃんけんほい。はい、こうでしょ。なんで手袋してるの。ちょっと外してくれる。外してもらっていいですか。はい、検証じゃんけん、じゃんけんほい。はい、ということで、海遊館に行ってきたいと思います。アニアが USJ。 そうですね、ユニバ行ってきます。で、300m 違うんで、俺さっき不動、いや、ちゃうわ、不動産的に言うと 80m1 分かかる計算なので、だいたいアニアンここから4分待ってくれたらちょうどいいぐらいかなと思います。一応その検証もあるし、ちょっと罰ゲームも設けたいなと思ってるので、はい、何ですか、考えてきたの。いや、やったら USJ、 僕やったら海遊館の一発ギャグをやって終わりたいと思います。一番きついわ、はい、一番きついやつよ。ということで、ユキアンからですね、いっちゃる。じゃあ早速僕が4分先に行ってきたいと思います。では Let's go! 行ってきます。はい、じゃあ先に、こっからでもどうやって行ったらいいかわからへんけど、あっちか。じゃあ早速始まりました、検証動画。こんな感じで始まるとは思ってなかったけど、撮っていきたいと思います。キングヌーのライブもありつつも、そして風も強い、なんというね、このよくわからんコンディションの中、私ユキヤンが先に、アニアよりも先に旅立ってしまいます。どういうことでしょうか。ね、大阪にはおもろいもんがいっぱいあるんやで。海沿いにある海遊館とユニバーサルスタジオジャパン。始めていきますよ。あ、そう、今回の、ユキヤンの目標も、一つね、皆様と共有したいなと思うことがありまして、まあ、2つありまして、あ、3つかな。まず1つ目が、30分以上をウォーキングしてしまうとカタボリック症候群になって、筋肉が落ちてしまうので、それはぜひとも避けたい。カタボリック症候群といって筋肉がなくなってしまうので、それは避けたい。それだけね。あと、まあ2つ目が、アニアンよりもボケ倒したいということなので、いろいろね、まあ、賞味もう負けてでもいいから、ボケを増やしていこうと思います。そうそう、3つ目何やった、忘れたね。はい、ということで、まあ、4分待ってからじゃないといけないんですけど、まあ、せっかちイラッチな僕からすればね、これ今1分しか経ってないんですけど、ちょっとずつね、あの雪屋にバレへんように、あの距離だけ詰めていこうかなと思ってます。海遊館じゃなかったのがちょっと辛いなと思うんですよね。なんでかっていうと、キングヌーのコンサートがあるみたいなんですけど、まあ、土曜日なんですよね。世間一般の方々は休日なわけですよね。するとどういうことが起こるかっていうと、多分ね、ユニバーはすごい人おると思うの。本当にユニバーすごい人おるわけですから、
それはずいなってちょっと思いますよね。うん、何がはずいねんってもら問題やけどね。うん、地元やし、そんなん余裕。あ、キングヌーのあの見て、あの赤いやつ、あれコンサートトラックですよ。誰でした、誰でした、常田さん、井口さん、僕の名前知らんけどね、あの方々の機材が乗ってるってわけですよね。で、なんやかんや喋ってたらもう2分半です。もうちょっとなんですけど、4分って結構長いね。うん、でも実際300m しか差はないから、300m の差やろ。4分でこれはいけるのか。ゆきやんの方が絶対にね、僕より足長いんでね、足長いとリーチがあるやんか。だからちょっともうフライングしましょう。3分スタートでいきます。ブーってね。おもろいところ見せてあげますよ。さあ、ちなみに今何分ぐらいですか。あ、今3分11秒ということなので、あともうちょいしたら2出発ですかね。まあまあまあいいでしょう、勝ってやりますよ。勝ちつつもボケの数的にも勝ってやりますよ。そして僕の個人的な一番これは下げたいというカタボリックにならへんように、頑張って30分以内にゴールしたいと思います。ちょっと待って、やばいことしてしまったぞ。ユキヤンとの歩幅の数が、歩幅の大きさが違うからって言ってこっち側来たけど、やばい、ちょっと遠回りしてる。やばい、ロスてる。ちょっと早歩きで行きましょうか。こっちまっすぐ行って、途中まではずっとユキヤンと一緒の道なんですけど、もうあいつの姿は見れないと。やばいね、この4分以上のラグやばいね。交通ルールはしっかり守ろうということなんで、信号が多い道を選んでいくとめっちゃロスる。あ、ロスった。市内に住んでる方やったら聞き馴染みがある43、43号線通ってこの花区の方まで行きます。全然渡られへんわ。いや、でかい、いや信号多い道はロスがでかい。え、ほんまに、まあ俺調べてその地図で見る限り 300m しか変わらんかったっていうのはあんねんけど、いや海遊館の方が近いんじゃんこれ。え、ほんまに歩くぞこれ。ゆきやんの画面に変わったり僕の画面に変わったりで、まああの時が進んでいってる感じにすると思うんですけど、多分ゆきやんもおそらく言ってる、ガチ検証です。もう途中でズルしたりしてない、普通にずっと歩いてる。ほら、この歩幅で、この歩幅でずっと歩いてる。何十回の夜を過ごしたって得られるような。やっとナビを設定して向かってるんですけど、全く違う場所に行ってました。最悪、こんなん時間のロス、最悪。まあ、いいでしょう。正直4分のハンディキャップもらってるんで、とりあえず時間的に言うと10分経ちました。こっからあと1時間もっと頑張っちゃる。歩道橋を渡り切って、残すところ、約4キロ、そして25分も経ちました。まだまだ距離は遠いですけど頑張っていこうと思いますよ。アニアンは今どこら辺なのか、そしてアニアンの画角の方がもしかしたら見応えあるかもしれませんよね。これこっちやあるかもしれません。そしてユキヤンまだまだ、ボケがボケ足りてないみたいなので、ちょっとここで一つ、ボケ集を皆様にお届けしたいと思いますので、3、2、1で振ります。楽しみにしておいてください、次の画角では。3、2、1に、いや戻ったからやろ。誰やねこれ、忘れた。ちょっと疲れた。は
いつ何してんねんっていう状態やけど、はい、来ました。一発ギャグ俳優館、一発ギャグユニバー。